はい、今日のバトルはアマテラス大神対織田信秀登場。神様登場、いや神様ずるい、主が俺が決めたんじゃないわ、生徒のリクエストなんじゃ。はい、それではいつもの自己紹介だ。アマテラス大神、日本神話の女神、高間ヶ原という神様の世界の神様で、天皇の祖先神だということになっております。対して織田信秀は、はい、あの織田信長のパパです。奥さんは織田御前、奥さんもちろん織田信長のお母さんです。さっきパパって言ったから、ここはママって呼べるか、ママです。じゃあ、待ってます、大神と織田信秀戦ってもらいましょう。人間頑張れ、織田信秀。はい、最初の戦いは、バーン、あ、違った。HP からだ。アマテラス大神、HP は神。おお、なんか久しぶりに出ましたね。HP、神。あれ出たの、誰だったかな。なんかね、ゼウスか誰かの時にね、HP、神あった気がするね。みんなも過去動画しっかり見てね。じゃあ、織田信秀は HP41 歳。かなり若いんだよね、信長の父ちゃん。HP41 歳で死んでます。では、最初の戦いは、子供対決はバーン、五男三女神ということでね、ちょっとスサノオとね、受け入れやったりいろいろあって、アマテラス大神の子供もアマテラス大神の子供で、スサノオの子供もなんかアマテラス大神の子供みたいな、ちょっと複雑な神話がね、古事記にあります。一応紹介してみますか。女神、たきり姫の御子と、たきり姫の御子とと、一すしま姫の御子と、読めんな、滝津姫の御事と、調べてこいっつうのね。次の人が有名なんだ。男子、まさか、え、何やったっけね、これね、呼び方。まさか、かつ、早い日の、雨の押し込み身の御事みたいな感じ。雨の押し込み身の御事、押し込みの御事、押し込みの御、押し込み身の御事みたいなのがね。これ有名な人で、何が有名かっていうと、ニニギの父ちゃんだよな、確かな。ニニギの父ちゃん。だから、アマテラス大神がいて、子供にね、雨の押し込み身の御事がいて、この子供がニニギの御事で、そのニニギの御事が、天孫降臨つってね、高間ヶ原からこのね、日向国、地上に降り立ったというね、天皇の祖先神と。いうポジションになってる人なんですね。というわけでね、このね、アマテラスから雨の押し込み、この系統が一番大事なんだ。他の人は、なんていうんだ、雨の母妃の御子と、雨の母妃の御子とですかね。ちょっと調べてこいっつうのね、本持ってるのに。天津彦根の御子だろうな。一津彦根の御子でしょうか。熊の薬の御子と、熊の薬の御子と。そんな感じの名前、読めてない、調べてないもん。はい、ね、手抜いてバン。織田信秀の子供はバン。22人以上いるな、1かも以上の漢字。間違ってるし。以上の漢字、間違っとらないか。まあ、この中の1人がね、織田信長だ。一体どの子が織田信長なのか、気になるところですね。攻撃力は22。神様に22のダメージ。バーン。神マイナス22。いや、そうなんだけどさ。いや、そうなんだけど、それ、どうするのこの後、本当に。じゃあ、次の戦いは、バーン、金、世の中金じゃーじゃあ、見ていくぞ、バーン。はい、多分持ってません。読めてらっしゃる、なんかお話を見ている限り、おそらく、ね、貨幣経済になってない。クチさん。天の世界、高間ヶ原っていうのに住んでるじゃん。あそこの人たちね、明らかに金使ってなさそう。まあね、ほら、世の中金じゃんっていうからには、神様の要は世の中に入ってないからね、金関係ないらしいよ。羨ましいね。はい、多分持ってません。攻撃力はゼロ。じゃあ、織田信秀は、バーン、金持ち。そうなんですね。織田信秀、信長の父ちゃんの織田信秀って、すごい金稼いでね、金持ちなんて有名なんですよね。それで朝廷に4000貫という、とてもね、たくさんの寄付をしたということでも有名になってるんですね、この人。お金持ちの代表格です。というわけで、攻撃力は4000貫。アマテラス、大神に4000のダメージ、ドゴーン。アマテラス、神引く22引く4000って、だからそれ、多いの、少ないの、死ぬの、死なないのってね、気になるところですが、しょうがない。だって、HP 神だもん。さあ、HP 神だもん。最後の戦いを、バーン、趣味。趣味？そう、この二人何が好きなんでしょう。見てみましょう。神様の趣味はバーン、宴会。
神様他にやることないのっていうか、宴会みんなエピソード知ってる、これ天の岩戸の話だよ。天の岩戸、天照総神神が怒ってね、天の岩戸の中に隠れてきて世の中が真っ暗になってしまった。真っ暗になった世の中、天照総神神を天の岩戸から出したい、どうするね、岩戸の外でみんなで宴会やって、天照総神神があ楽しそうって言ってね、外を覗いたところを外に引きずり出したというお話のことですよね。なので天照総神神、大好きなものは宴会、いろいろやっちゃ宴会、宴会、織田信秀はバーンドン蹴鞠。そうなんですね、この人のお金持ちで朝廷の人に認められようと蹴鞠とても練習してます。攻撃力はゼロだって、宴会蹴鞠どっちの攻撃力が高いの、わがね。というわけで最後に攻撃力は10同士になりました。ここは引き分けだって、アメテラスオミカミになるとしょうもないだもんね。ただアメテラスオミカミもいまいち攻撃力が足りませんでしたので、織田信秀なんと神様相手に引き分けに持ち込みました。いやー、ん消えない消えない、はい、バイバーイ。 Thank you.